2024年8月26日、防衛省統合幕僚監部は26日午前11時29分から同31分にかけて、長崎県の男女群島沖の日本領空を中国空軍の YQ 情報収集機1機が侵犯したと発表したよ。それによると、中国軍機は同日午前10時40分頃から男女群島付近で旋回を始め、約2分の艦領空を侵犯して午後1時15分頃に同群島付近での旋回を終えて飛行してきた大陸方面に飛び去ったとしているな。今回はそんな中国軍機が日本の領空を侵犯し、日本政府が厳重抗議した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この中国軍機の領空侵犯に対して、航空自衛隊西部航空方面隊の F-15 戦闘機と F-2 戦闘機を緊急発進スクランブルさせて対応し、直ちに領空から退去するよう警告し、武器使用はなかったよ。防衛省がこれまでに発表してきた領空侵犯事例は46件あり、そのほとんどはロシア機によるもので、直近では2023年令和5年10月31日に、ロシア軍所属とみられるヘリコプターが北海道根室半島沖で領空侵犯した例などがあるけど、中国の航空機による領空侵犯は過去に2例が確認されているね。最初の領空侵犯は2012年平成24年12月13日に尖閣諸島沖縄県石垣市周辺で、中国国家海洋局の Y-12 輸送機1機が領空を侵犯したため航空自衛隊の戦闘機がスクランブルをかけた。二度目は2017年平成29年5月に、やはり尖閣諸島周辺の日本領海に侵入した中国海警局の艦艇から発艦した小型無人機ドローン1機が領空侵犯したのを自衛隊が確認していたもので、いずれも中国の公的機関による領空侵犯ではあったけど、中国軍機による領空侵犯が確認されたのは今回が初めてなんだ。このため航空幕僚部では事態を重大として受け止めているとして、日本政府が厳重抗議を行い防衛省では領空侵犯の意図を分析するとともに、引き続き警戒監視に万全を期すとしているな。日本領空を侵犯した中国空軍の YQ は本来、多用途中型輸送機として開発された4発のプロペラ機で、中国軍では更新ハイテクプロジェクトとしてこの機体をもとに数種の特殊任務機を開発していて、それらは早期警戒機、対潜哨戒機、電子戦機など多種に及んでいるが、今回飛来したのは中国空軍と海軍も運用している YQ 情報収集機とされているぜ。この情報収集機は、YQ-JB あるいは YQ-JZ、GX-8、タカシン8号と西側で呼ばれている SIGINTELINT 型、通信、電磁波、信号などの通信用電波傍受や、非通信用レーダーなどの電磁放射の情報を収集して、情報情報活動を行うの情報収集機で、機種、全部胴体側面、後部胴体側面にアンテナを装備しているため識別しやすいってわけだ。防衛省統合幕僚監部によると、領空侵犯となる恐れがある外国機に対する航空自衛隊戦闘機による、スクランブルの回数は2023年令和5年度には669回発生していて、そのうち中国の航空機によるとされるものが479回あって全体の約 72% に上っていたみたい。これまで中国機の活動範囲は主に尖閣諸島周辺だったんだけど、最近になって九州の西方沖で無人機を飛行させているのが目立つようになっているね。今回、長崎沖の男女群島の領空において有人の、しかも中国軍の機体が侵犯してきたことについて、中国が東シナ海での活動を活発化させていて、この先さらにエスカレートしていく可能性があると指摘する声が自衛隊内部などで上がっているんだって。今回の中国軍の有人機による領空侵犯に対して、インターネット上などでは領空侵犯した中国軍機は撃墜すべし、といった内容の過激な投稿が散見されているけど、こうした領空侵犯機に対して自衛隊が取るべき行動は限られているのが現状なんだよね。航空機が他国の領空内に許可なく侵入することは領空侵犯として明確な国際法違反であり、領土及び領海の上空に広がる領空には、その国の排他的な主権を侵害するものとされるため、
領空侵犯が発生した際には、戦闘機を発進させて警察活動の一環として侵犯機に対応するわけだ。日本においても、こうした領空侵犯機への対応については法律の規定に基づいて実施されていて、そのことは自衛隊法第84条に記されているぜ。自衛隊法第84条領空侵犯に対する措置では、防衛大臣は、外国の航空機が国際法規または航空法昭和27年法律第231号その他の法令の規定に違反して我が国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、または我が国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができるとあり、これは国際法規または航空法その他の法令航空法第126条や出入国管理及び難民認定法第3条などに違反して、無許可で日本の領空を侵犯した外国の航空機に対しては、これを自衛隊の基地などに着陸させるか、あるいは日本の領空から退去させるために必要な措置を取ることができるというものだな。この場合の必要な措置の内容について、過去の国会答弁などでは領空侵犯機の確認、日本の領空を侵犯している旨の警告を行う領空外へ速やかな退去させるか、または自衛隊基地などへの誘導に従わせるとの段階的な措置を経るとされており、それに従わない場合にのみ武器使用を認めるとされているよ。さらに最後の武器使用についても、まずは領空侵犯機に対して照準を合わせず機関砲などを発射するものとされていて、領空侵犯機が自衛隊機に対して攻撃を行わない状況であるのにいきなり撃墜することは禁じられているんだ。つまり、スクランブルを実施中の自衛隊機パイロットにおいては、現場で個人的に判断することは許されず、もし何らかの攻撃を受けたとしても攻撃を受けたことを報告した上で、方面航空隊司令官などによる命令がなければ応戦することもできないわけだ。しかし、このことによって自衛隊パイロットの生命が危ぶまれることになるため、最近の政府見解では領空侵犯機が突然自衛隊機に攻撃を仕掛けることがあって、報告の上で応戦許可を求める余裕がない場合などには、パイロット個人の判断で武器を使用することができるとされるようになったな。ただし、今回の場合は領空侵犯機がおそらく非武装である情報収集機であることから、自衛隊機が撃墜することは認められないとの見方だぜ。この事件について中国の SNS ウェイボでは日本や香港のメディアの報道が転載されたが、中国国民は、7月に海上自衛隊の護衛艦スズツキが無断で中国領海を一時航行したことについて触れ、今回の領空侵犯については報復でありよくやったなどとの声が上がり、意趣返しとして肯定的に捉える投稿が相次いでいるよ。また、このところイタリア海軍の空母カブールなど NATO 諸国海軍の艦艇が相次いで来日し、アジア太平洋地域への関心が高まっていることから、領空侵犯がそれらへの牽制ではないかとの見方もあるみたい。ただ、日本政府からの厳重抗議を受けた中国外務省は、林健報道官が27日の記者会見において、中国はいかなる国の領空にも侵入するつもりはないと表明した上で、事件の詳細については現在関係部門が状況について調査、確認しているところだと述べるにとどめ、領空侵犯は意図的なものではなかったとの認識を示し、日本政府が中国側に抗議していることについては双方が既存のルートを通じて意思疎通を保っているとしたぜ。折しも27日から自民党の二階俊博元幹事長ら超党派の国会議員による日中友好議員連盟の訪中団が北京を訪問しており、新型コロナウイルス災いによって停滞していた日中間の政治往来を活発化させようとの動きを見せているが、今回の領空侵犯がこうした機運に水を差す恐れが生じているな。日中間では2018年平成30年に、自衛隊と中国軍の偶発的衝突を回避することを目的とする、相互通報体制海空連絡メカニズムの運用が始まっていて、2023年令和5年5月には両国の防衛当局幹部間直結のホットラインが開設されているけど、この先中国軍による領空侵犯などの活動がエスカレートし続けることで偶発的な衝突が発生する可能性は否定できず、
このタイミングで訪中している二階氏をはじめとする親中派の議員団が、何か具体的な行動を示すことができるのかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。